昨日までチキータ調子あんまり良くなかったですけど、今日相手が中国選手っていうのもあるか分からないですけど、しっかり振り切れたり、あんまりプレッシャーなくチキータができたので、本当に中国選手だけではなく毎回こういうチキータ打てればすごくいいのかなと思います。そうですね、何度も負けてますし、まだ勝ったことないので、この大きい舞台で初勝利できるように2人で力を合わせて頑張りたいです。長谷監督からファンジェンドのボールしっかりカウンター行けよって言われてたので、最後の最後に入って決めることができたので良かったなと思います。世界選手権ヒューストンでやった時よりもお互いがもっとこうレベルアップして、でさらにこう私たち自身もこうその後もミックスダブルスを組ませていただいて、いろんな経験を積ませていただいたので、その経験をしっかりこの決勝戦にぶつけてこう勝ち切れるように頑張りたいな。